関西クラクラクラブのコミです。さて、本日もね、FOXFOX03 における、イベント対戦から動画見ていきたいというふうに思います。で、本日のテーマもですね、ソラなんですね。前回お話ししたのはなんでソラなのっていう、そのね、ソラパートを使う、ラバルパートっていうのかな、を使う理由に関して考察をしていったんですけども、今回っていうのは空を使う上で、さらにその応用編ですね、こんな風に空を使うと非常にね安定しますよという、まあ応用編的なところを本日は話していきたいというふうに思います。まずは1本目見ていきましょう。トドノシンさんのアタックですね。でこちらは防衛の配置的に見てみると真四角に近いですね、こんな形で。なので必然的にね、こう L 字を作って、そこをバルーン回していくっていうのが、まあ、セオリーになってきます。でやるのが、まあ、ここら辺をこうね、ごそっ と、ヒーローパートで壊していってからバルーンをこう回していくっていうような、攻め方になってくるんですけども、まあ、いくつかね単なるそのシンプルな攻めではない複雑さというか、そのテクニックをね、使っている部分があるんで、そこを中心的に、解説はしていきたいというふうに思います。ウォールバスターで出していきましたね。8時からバスターを出して、ギガテスラの方にまっすぐこう向かわしていきます。後ろからグランドボーデンで、さらにバーバリアンキングを縦にしながらボーラーを出していくと、この辺の出す順番も見事ですね。ウォールバスターほとんどね、これ、壁開けるところないので、もう縦代わりに使っちゃおうってことですね。で、縦代わりに使ったウォールバスターがしっかりと、中で弾けて援軍で入ってるのが、これがペッカかな、ちょっと見えないですけども、ペッカが多分入ってるんじゃないかと思うんですけども、そこに後ろからバーベリアキングとポーラが合流していって、しっかりねこの、エアスイーパーまでこう壊していっています。で、今回もそうなんですね。まあ、前回の動画でも言ったんですけども、ラバルの天敵になってくるのはマルチ IT だったり、あとはアーチャークイーン、防衛援軍、あとは、今言った、エアスイーパーなんですね。でこの辺をなるべく多く壊せるっていうことを踏んだから、トドノシンさんこれソラパートで攻めていってるんじゃないかなっていうふうに思います。で、最後の区画に関してはしっかりヘイストプラスフリーズで施設を固めに固めて、そのまま全開という格好ですね。非常にまあこれもお見事なアタックです。もうかなり綺麗に旋回取れているのがもう誰が見ても分かると思うんですけども、あとはこのままアーチャークイーンがねちょっとラバーハウンドを落とした時のパピーでやられちゃいましたが、最後のところもしっかりね、ガーゴールとパピーを使って、回収していて旋回という格好です。ちょっとねこれ細かいところ見ていきましょうかね。結構そのなんていうのかな、突筆すべき点があるんですね。まず一番最初のリクパートで壊す、優先的な施設っていうのが何かっていうと、ここの、エアスイーパー、アーチャークイーンですよね。あと防衛援軍、ギガテスラ、ここなんですね。対空砲も2個こうまとめて入っていきますけども、まあ、そこはあんまり重要ではないですね。今回のトドノシンさんのアタック多分見ているのは、今私丸つけたところら辺で、この対空砲を抜かしたこの辺じゃないかなっていうふうに思います。あとまあ次に嫌なのはマルチ IT なんですけども、マルチ IT がないんですね。こう IT がシングル1本、シングルちょっと見えにくいかな、シングル1本、シングル2本目っていうこんな感じです。マルチがないので、これに関してはだいぶね攻めやすい、まあ、空を回しやすい状況が作れやすいということが言えますね。でさらに言うとウィザードの塔、これも結構厄介なんですね。こういうところにあるやつ、これもどういう風に壊していくのか、ちょっとね、テクニックいっぱい使ってるんで、まあ、それを細かく見ていきたいと思います。まあ、応用編なんでね、結構レベルが高いアタックになっているというところで、細かい、ね、ところをかなり説明するのはご理解いただきたいと思うんですが、まずここですね、ボーラーを使ってしっかりとカットしている6時方面、これもいいですね。ボーラーで壊せるところはどんどん奥までこう壊していくっていうのは、サイドカットをする上でも、あと時間切れ防止の意味でもすごく有効で、このボーラーの、ね、バウンド攻撃がこの対空砲に入っていても見逃せませんね。さらにさらに、ここ、ライドラでしっかりね、十字方面カットしていきながら、中に、ウォールバスターを先導させて、ヒーロー、タッシュを入れていくんですけども、
これアーチャークイーンを出してないんですね。このアーチャークイーンを使うポイントっていうのも終盤出てきますんでね、後出しのアーチャークイーンなんでかっていうところを解説していきたいんですが、一つ重要なのは援軍がラバハウンドだったっていうことを、覚えておいていただきたいと思います。ウォールバスターに入ったのはバルキリーでしたね。でここホグライダーがウィストを壊しますね。これも非常に見事です。バルーンがね変なところに流れちゃわないようにしっかりと、十字架をカットしていくの仕事をホグライダーが結構しっかりやってくれてますね。で、ラバハウンドと一緒に入っていた、ベビドラに関してはポイズンでしっかり処理、まあ、ベビドラはポイズンで処理できますね。ドラゴンになってくると無理なんですが、でここでアーチャークイーン出てきます。もうね拡大して出しちゃいますけども、アーチャークイーンが、アイスゴーレムを縦にしながらここから入ってくるんですね。そうすることによってどうなるかっていうと、バルーン出しのルートっていうのがまず第一にこう流れていくんですね。こっちにこう取れる要素がなくなるんですよ。それがすごく大きいのと、こことここにあったウィザードの塔、これアーチャークイーンが両方とも破壊してくれましたんで、おかげでね、バルーンがまとめて落とされる、まあ、怖い施設がなくなりましたよね。でそうすることによってもう最後の対空砲なんていうのはそんなに怖くもなんともないんですね。束になったバルーン においてはむしろ怖いのはマルチ IT とかウィストで束になったバルーンが丸ごとやられちゃうっていうパターンですけども、それをしっかりね今回そのシンさんはなくすようにホグライダーを使ったり、後出しのアーチャークイーンを使ったりして、これやってました。もしもね防衛軍にドラゴンとかが入ってきた場合っていうのはアーチャークイーンをまあ中にね壁の中に入れていって、序盤のパートですね、ここのところここでアーチャークイーンを中に入れていって、ドラゴンも処理しないと、まあ、当然ながらラバルも回せなくなっちゃうんですけども、ラバハウンドだったらまあ無視できますし、ビビドラゴンだったら、ポイズンで処理ができる、この辺をしっかりとね、活用して取っていった、本当にねナイスなアタックだったというふうに思います。レベルが相当高いですね。さて、もう一本ね、見ていきたいというふうに思うんですけども、2つ目の動画っていうのはこちらですね。リキョウさんが攻めたアタック、ちなみに今回、紹介したアタックはどちらも秘書剣です。なので、まあ、ある程度ねテッサの意思とか、罠の意思、防衛軍っていうのは分かった上で攻めてます。なんでさっきの、アタックとトモシンさんもアーチャークイーンの当たったしっていうことをやってましたね。これに関してはもうよくあるというか、12時方面マルチでよく見ますね。12時方面にもうガンガンにヒーローとかテスラとかを置きまくって、防衛力を高めた、配置になってます。でそこを突破するのがなかなか大変なんですけども、これを突破し終わってアーチャークイーンこの辺でやられちゃうんですね。まあ、この対空砲を壊すとこまでは歩くんですけども、まあ、壊す瞬間やられちゃいます。こうすると残った区画をラバルで回していくんですけども、ちょっとねこの帝京さんのラバル回しがちょっと気持ち悪いぐらいすごいんですね。でそれを私も理屈だって理解するまですごい時間がかかりました。まあ、とにかくまず1回見てもらいたいと思うんですが、ラバルをね9時方面から展開していきます。で、ロックボンバーは10時11時方面ですね。でバルーンたちを束にしてガンガン、進めていってます。で、中央のところの、クロスボウに関しては、最後1匹残ったらバフンドがターゲットを取ってるんで、なんとかギリギリねバルーンが打たれずに済んでます。でここでトームを使って一気にバルーンを弾けさせてあっちゃこっちゃに散らばしていくんですね。で散らばったバルーンがヘイストに乗っかって、まあ、こんな感じで全開と。このバルーンの数なんだって感じですよね。これどうなってんだっていうバルーンが残ってるんですけども、これをね説明するのが本当に大変でした。ちょっとね、これから、リプレイを、流しながら一旦止めて、まあ、多分こう考えたんじゃないかなっていうプランの解説をしていきたいと思うんですけども、まず今回これラバルを使った理由っていうのは、おそらくここですね、一番上のここにある施設見てみると、まあ、ギガテスラですよね。あとアーチャークイーン、防衛援軍、まあ、これを全部序盤にまとめて潰せるっていう点、あとはエアスイーパーもここに1個ありますよね。これも潰せるんですね。まあ、そうすると空の天敵施設残ってくるのは、あとは、インフェルノタワーがマルチが3本、あとウィズ島がここに結構いっぱい残ってますね。こんな風に、まあ、こう残ってきてはいるものの、やっぱりここで、壊せる防衛施設っていうのは結構でかいので、
まあ、それをね持って、ラバルにしたんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ホグでも良かったんじゃないのかなっていう点に関しては、今言ったこの上のねここに集合している、まあ、このエアスイーパーが特に大きいのかなと思いますけど、これを壊せるからラバルを使ったというふうに私は理解しました。でその上でこの中央部分ね、あのこんだけこんな風に密集しているところをなんでラバルで回せるの、しかも普通ラバルだったらこう回すのがセオリーに思えるじゃないですか。でもそうしないで今回提供さんはしすぎましたね、こうなっている配置をこう回していきましたよね。なんでなのっていうと、これね相手の防衛施設の配置見ると分かると思うんですね。こうなっているんですよ。分かりますかね、こう。結局、この下部分って、このマルチ IT と、この、アチャ島と、あと、このアチャ島、この3つしかないですよね。他の施設っていうのは、綺麗にこの、今私が書いたこの枠の中にこう、収まっていると思うんですね。そうすると、ラバルをこう回す理由はまあ分かりますよね。これがこの壁の配置だけではなくって、しっかりと壁の中のどういうところにね防衛施設が置かれているか、ここまで見て判断したっていう、ここですね。これがまあすごいんですよ。すごいんですけども、これだけではなくって、もっとねこれが分かった上で使ってるテクニックがあるんですね。ちょっとまあすごすぎて参考になりにくいかもしれないけど、見ていきましょうか。まずは、しっかりとバーバリアンキングを縦にしながらアーチャークイーンを後ろから出して、防衛援軍と相手のアーチャークイーンを処理、まあ、これポイズンを使ってねしっかりと、相手の援軍だったりアーチャークイーンの動きを封じてますね。で、後ろからライドラを出しながら、バルーンを出しているのは、これは、クロホーミングの回収プラス、細かいテスラとかを、破壊していくようでしょうね。でライドラが、ここのエアスイーパーを壊して、でライドラの仕事はここでお役御免ですね。アーチャークイーンはそのまんま三次方面に流れていきます。アーチャークイーンはここでもうクロークを使わされてしまうんですけども、まあ、使わされたところでも提供さん的にはアーチャークイーン見てないでしょうね、おそらくほとんど。で、ここからソラパートが始まります。まずはロックボマーを使って、こういう風に残っている施設のここをカットしていきますね。カット、そうするとやっぱりバルーンはこっちにこう回っていくって絵が描けると思います。でしっかりここのねアチャ島もカットすることによって中心にバルーンが向かうんですが、ここまではバルーンが密集してますよね。でここからばらけます。でばらける瞬間を狙ってトーム使ってるんですね。この序盤ではなくばらける瞬間、なんでかっていうと、ばらけてしまったらやっぱりあのユニットって弱くなるんですね。カッコに撃破されてしまう。なんですけども、ばらけた瞬間にこういう風にトームを使うことによって、ばらけたユニットがやられなくなるんですよね。まあ当然ですけど、やられなくなるとばらけた効果っていうのが逆にプラスに働いて、一気にこの辺の施設っていうのをまとめて同時にバババババッとこう壊していけるようになるんですね。もしもこれトームかかってなかったら、それぞれ言ったあのことこのバルーン全部やられたと思うんですけども、まあこれホグライダー使う時もそうですけども、ばらけるポイントがあるんだったらばらける直前でトームを使う、これすごい重要な、ホグやねあとバルーンを使う時のポイントだと思ってます。まあ言ってできるほど簡単な技術ではないんですけども、身につけておくと、まあ、いろんな場面でね使えるテクニックだと思いますんで、まあ、練習する価値はあるんじゃないかと思いますので、まあ、かなりね今回レベルの高い提供さんのアタックでしたけども、まあ、その中でね盗めるポイントとしてはここぜひ盗んでみてもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というところで本日は失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼します。バイバイ。